できなかったし、ベスト8で終わっちゃったけど、まあ、ここまでいろいろあって、まあ、先生ともいろいろあって、まあ、チームとしてでも、サムス学年としてでもいろいろあった中で、まあ、ここまでやってこれたことに、まあ、なんとかやってこれたことが、まあ、意味のあることで、まあ、ここまで本当に、まあ、自分なんかについてきてくれて、みんなで3組みんなでやってこれたら本当に、まあ、嬉しかったし、まあ、頼りのある奴らばっかり本当に、まあ、これで終わっちゃうのは、まあ、ちょっと、まあ、寂しいと思うけど、まあもうこれが俺たちの結果だし、これベスト8だったけど、まあ、ここまでやってきたことにしっかり自信持って、これからサムスは、まあ、まだ学校は終わってないと思います。学校生活でもしっかり終わったけど、後輩たちに背中で見せれるようにしっかりサムスを頑張りましょう。後輩たちは、まあ、自分たちは目標を達成できなかったけど、まあ、しっかり自分たちが立った目標に向かって日々練習していくことが大事だと思うから、一つ一つの練習を大切にして、一つ一つ無駄にはしてはいけないと思うから、そこはしっかり考えて一日一日一生懸命やって頑張ってください。はい、いいように目標達成できなかったけど、ここまでいろいろあったけど、最後ミーティングでも言ったように試す信じて戦いたいと思って先生もいたし、チームで掴んだ、まあ、4つに入れなかったけどベスト8だったのかなって思ってるので、ここはなんか自信持っていいんじゃないかな、まあ、こういう状況で危険とかも出た中だけど、結果的にはベスト8だった。それをちゃんと自信持って前田がやってきた、最後までやってきた証だと思って胸張った方がいいんじゃないかなと。いろんなことあって、いろんな話をずっとして、前田に変えたいと思って思いがあってのここまでだったと思うんだけど、まだまだ足りないものはあるし、先生としても我慢してた部分もあるし、それもお前たちがこれから成長の中で必要なことだと思うし、話し合ったり考えたり悩んだことが、ゆうすけもきっと相当悩んだと思うし、やめたいと思ったこともあっただろうし、だけど先生はゆうすけしかキャプテンいないと思って指名したわけだから、いろんな話もしてきたけど、別にバスケットのプレーだけじゃないからさ、キャプテンとしてやることは、そこはちゃんとそれ受け止めてほしいなと思って、ユウスケじゃなかったら最後までこうやってみんな続けてないかもしれないし、今日の試合もできてなかったかもしれないし、そこは任せられたからには最後までやりきったし、ユウスケはね、まあ、そこはちゃんと自信持って見張ってやってほしいなと思います。バスケットをやって大谷で3年間やって、これで終わりじゃないからさ、この後も大学行ってやるやつもいるわけでしょ、努力するやつもいるし、何らかの形でバスケットに携わってほしいし、3年間大谷でバスケットだけじゃなくていろんなことを教えてきたつもりだから、それをこの後のステージで生かして頑張ってもらいたいなと思うし、あとはこんなに後輩いるんだから、それをこの後応援していってほしいなと思う。結果が全てじゃないと思うので、この後のつながりは、先生とのつながりはずっと一生続くわけだからさ、そこを一番大事にしてほしいなと思うね。勝つチームは1チームしかないからさ、それ以外全部負けるんだから、
勝つことが全てじゃないと思うので、勝ちは求めてきたよ、今までお前たちにいろんなこと要求してきたけど、さて上を目指して1位を目指してやらないと見えないものがあるから絶対に。でこの結果を受けてお前たちがこの後どうするかが一番大事かなと思ったら、ここを大事にしてほしいなと思います。せーの、1、2、3、よし。